2022年5月8日。今年初めてバンテリンドーム名古屋に来ました。阪神は名古屋でここまで5連敗。2日前には大野にあまり完全試合食らうところでした。ちなみに以前大野にノーヒットノーラン食らった試合見に行ってました。ついでに言うと過去には山本まさにノーヒットノーランを食らった試合も見に行ってます。今日の昼食は名古屋名物ヤバトンの味噌カツ弁当。ここに来ると1年に1回は買ってます。中身は若干異なりますが、最近は名古屋駅で駅弁としても売られていますね。試合は先輩表ツーアウトランナーのバッター中野。
皆さん安心せこんなことを普段から心がけて、アウトになってきました。
どんな場面で自分の映像を撮っては変わらないと思うので、まあ、立ってようが、当然でやろうが、本当に自分のできることを精一杯やろうと思って、頑張ります。伺ったところによりますと、今日バンテリンドーム名古屋にお母様が勝てるように、頑張ります。